吉宗評判記暴れん坊将軍。やはり今年も伊勢屋さんが一番のようでございますな。いやいや、どうもありがとうございます。あ、泥棒だ泥棒だ。泥棒だ。早くお役に。はい、さあ、船が動いてくれ。お久しぶり、おさりさん。上様のおなりだ。近づきください。分かった、参る。野田武一、オランダ製でございますな。うん、最新型だ。預けておくから試し撃ちをして調子を整えておいてくれ。わかりました。この銃ならば西の谷の黒岩を倒せましょう。上様、その黒岩というのは一体何なんでございましょうか。なんだ、まだ知らんのか。ウイチ、惚れた女房は箱入りか。狩りの話はせんのか。あ、いえ、そういうわけではございませんが、狩りは男の仕事でございますから。黒岩は西の谷に住む50貫もあるイノシシだよ。まあ、そんな大きなイノシシがいるんでございますか。
そんな怪物を打とうなんて滅相も。手負いのイノシシは危のうございます。ダメでございます。どうかおやめくださいましな。母上、焦げてる。あら、まあ大変。上様の大好きな野菜の煮付けだもの、最初からやり直さなくちゃ。野一、どうしたのだ。どうしてこんなことに。死因は。あ、至近距離から鉄砲で撃たれております。いつ頃死んだんだ。2日ほど前かと思われますが。勘吉とお駒の姿が見えんようだが。は、二人とも行方が知れずにただいま探索中でございます。お前を殺した下手人は俺が必ず探し出す。お駒と勘吉も必ず見つける。約束するぞ武一。上様がお預けなされました鉄砲の所在も不明でございます。鉄砲のことなどどうでもよい。は、忠相、勘吉とお駒の居所を一刻も早く突き止め無事に保護してくれ。はそうだったの。ご主人は病気でお亡くなりに。でも分かんないもんね。おこまちゃんと私は幼なじみでしょ。深川でおこまちゃんが売れっ子芸者だった頃、私本当に羨ましかった。小金井のお狩場の人に見初められてお嫁に行ったって聞いて、今頃は幸せに暮らしてるんだろうなって。でもさ、元気を出してね。まだ若いんだもの。もう一度深川に出たって大丈夫よ。ありがとう。でも私はもう。ねえおさいさん、お願いがあるの。私ね、しばらくの間昔の知り合いと会いたくないのよ。私出戻りでしょ。それに名前を伏せて働きたいの。ねえ、どっかいいところないかしら。ねえ、須田町のお料理屋さんで台所仕事のできる人を探してたわよ。あ、そうそう、あの顔お料理の恋の屋、あそこだったら安心だわよ。お年寄り一人でやってんだけどね。私に任しといてよ、ね。あ、ご苦労さん。お絹さんに来てもらって本当に大助かりだよ。さあさあ、今日もういいよ。祭りは近いし、今のうちに体休めとくんだね。ご苦労さん、ご苦労さん。できたぞ。吹いてごらん。勘吉、よかったわね。
体どこへ行ってしまったんだろう。坊主、いい絵だな。誰からもらった？やめろ、うせえぞ。小鳥を呼んでいるのか？違うよ。違う？母上だい。やってやろうでよ。盗まれたな、鉄砲らしいぜ。鉄砲？ほら、古い鉄砲、骨董だって大切してるでしょ。あれですよ。ね。しかしよ、その盗み出した鉄砲は店の近くに捨ててあったって。妙な盗人もいるもんじゃねえか。あ、そう。で、その女の顔を見た者は？いえ、頭巾で顔を隠してたそうです。よし、出かけよう。あ、おお、上様。ご覧なされ、見事なナッパになすび、人参に大根、これで上様のお好きな煮付けをいたさせましょう。おお、そうかそうか。じい、ではじいが料理してくれ。楽しみにしてるぞ。あ、はい、直ちに。上様、小金のお狩り場のおこまと申す女、あれはなかなかまかない上手でございましたな。今頃はどこにおりますことやら。上様はことのほかに、そのおこまの作る煮つけが大好物。おこまが無事に見つかれば、早速味付けの仕方など聞いてみたいもので。じい。では。鉄砲を狙う女？はい。しかし肝心の呉服問屋の伊勢屋も両替屋の伊勢屋も被害届を出しておりません。それに盗まれました鉄砲、すでに手代どもが探し出し、密かに廃棄処分にいたしましたとか。うん、鉄砲の詮議を受けてはかなわんというわけだな。で、その狙われた伊勢屋2軒はどのあたりだ？はい、神田の十軒棚と元両替町でございます。神田にある伊勢屋だけ二軒か。狙われた二軒の伊勢屋のほかに、この神田で伊勢屋と名乗る店は？あ、駿河町で牧休みを商っております新丹問屋、伊勢屋伊左衛門の店だけでございます。うん、あっちを置いてくれ。旦那様、奥は終わりましてございます。ああ、ご苦労さん。左にいるのが主人の伊左衛門。今出かけていったのが番頭の角兵衛。町内の世話役などもいたし、なかなかの商人との評判でございます。上様、どうやら狙いは同じでございましたが。忠助、伊勢屋の旦那様、着きました。あ、ご苦労さん。今夜は花火が山場になりましょう。事故のないようにくれぐれも頼みますよ。はい、さ、ご苦労様です。じいさん。はい、いらっしゃい。お、これこれ、お久しぶりでございます。相変わらず達者そうだな。ちょっと僕を借りるぞ。はい、どうぞどうぞ、お参りなさいまし。
おきぬさん、大切なお客さんだから私がやるよ。はいはい。なんだ今の立派なお武家様。あんただけだよ。あのお方はね、南が自分の大岡一善の神様だよ。大岡様ね。うん、お忍びで時々お見えになるんだよ。他の二人は知らないけどね。私、ちょっと酒屋さんまで行ってきます。あ、そうだった。はい、じゃあ頼みましたよ。上様が大岡様とお忍びでこんなところまで。でも私ね、上様の鉄砲と勘吉を探すまでは。仰せの通り、その女の嫉妬はまずお駒と見て間違いないと思われます。今のところ実害はないとしても、他人の家に忍び込んだ罪は罪、町方の者が捕らえますれば私としても厳正な処分をいたさねばなりませんな。うん、それで忠相一人で来たのだな。はい、お駒が現れれば密かに保護いたすつもりで。お駒は必ず現れる。よし、今夜から助足と俺で見張るから、忠相、お前はあの伊勢屋の内情を早急に調べてくれ。お待たせいたしました。どうも。どうぞよろしくお願いします。大岡様、この野菜の煮付けの味、なかなかのもんでございますよ。野菜の煮付け。これはじいさんが作ったのか。いえ、手伝ってくれてるおきぬさんって人が。おきぬさん。はい、めぐみの頭のおかみさんが連れてきてくれた働き者で、大助かりでございます。すまんが、今どこに。はい、今ちょっと酒屋まで。酒屋には来てないそうです。手足、お絹はもしかするとお駒かもしれんぞ。は？上様。あの煮付けの味、とにかく探そう。あ、私のメンツは丸つぶれだよ。黙って飛び出しまうなんてさ、子犬屋のじいさんに散々文句言われてさ。私はね、お駒さん見損なってよ。昔はね、あんな人じゃなかったんだけどね。メンちゃん、じいさん祭りに来たんですよ、新さん。いや、そのちょっと、おかみさん、そのおこまさんっていうのは小金井村のおこまさんのことかい。そうだよ、私の友達なんだけどさ。それがね、あら、新さんどうして知ってんのよ。お新さん。じゃあおこまさんは子供を親戚に預けて一人で来たと。ええ、でもどうして新さんが。いや、小金井の知り合いにおこまさんを探してくれないかと頼まれたんだ。で、心当たりは。さあ。じゃあすまないが、頭を呼んできてくれないか。それがちょっと急な用事があって川越まで。あたしじゃダメ。めぐみの連中がおこまを探してる。はい、この間の鉄砲を狙った女、あれは多分おこまだよ。あの番人の女房はおこまという名前で、行方知れずとか。はい。しかしなぜ町火消しが。めぐみの辰五郎は大岡越前の神様と知り合いとか。もしかすると大岡様の命令で。まずいな、そりゃ。こっちで先におこまを始末いたしましょう。極秘で手配しておくれ。金はいくらでも出す。口の堅い御用聞きを集めて手配しておくれ。人相書きも作った方がいい。あの子供を使って作らせなさい。大至急やるんだよ。
何者だ。盗っ人にしてはできるな。待て。来たぞ。どうだ、うん、こんな顔かい。違うよ、もっと綺麗だい。どうしても今夜中にあの伊勢を。新丹問屋の伊勢屋は小金井村からも薪や炭を仕入れております。もちろんお狩場には何人も立ち入り禁止でございますが、その付近の様子には詳しいようでございます。神田に店を出したのが5年前、それ以前にどのような仕事をしていたのかは定かではありません。先ほど番頭の角度をつけましたところ、佃島の伊勢屋の寮に参りました。ところがそこに凄腕の用心棒が一人。佃島の寮に用心棒？はい、まあ他にも5、6人。何？今夜は警戒厳重でしょう。明け方にもう一度参るつもりです。うん。お、そっちはどうだった？今のところ異常はありません。上様の鉄砲だわ。騒げば役人の耳に入る。かなりの敵図、そう遠くへ逃げられればいい。上様、血です。何？血？you
三吉。おこもさん。上様。気がついたか。上様。大丈夫だよ、おこもさん。傷は浅い。手当てもしたし、もう大丈夫だ。すいません、私。一体何が起きたのか、話してくれんか。面目もございません。上様の大切な鉄砲まで。そんなことなど気にしなくてもいい。それより俺は、おこもさんが勘吉と一緒だとばかり思っていた。で、勘吉はどうしたんだ。あの日、あの人と勘吉は上様からお預かりした鉄砲を持ってあの試し撃ちに。ところが夜中になっても帰ってきませんでした。明け方になって西の谷であの人が倒れているのを見つけたんです。あなた、大駒。あなた、大駒。上様の神田の伊勢屋、伊勢屋。あなた、しっかりしてね。勘吉は奴らが連れて夫を家に運び、私は江戸へ参りました。それで神田の伊勢屋を片っ端から調べていたのだな。はい、やっと三軒目の伊勢屋で手がかりを。上様、あの新丹問屋の伊勢屋に上様の鉄砲が。あの鉄砲が伊勢屋に。そうか。勘吉は多分佃島の伊勢屋の寮にいる。お園、しばらく休んだらおこもさんを辰五郎の家まで送ってくれ。はい。上様、どうだった。あ、すでに寮の方はもぬけの殻のようです。よし、ではこの海外を片っ端から調べてみよう。は、うん、これがおこまか。ちょっとお尋ねいたしますが、もしやこのような女をご存知ではございませんでしょうか。知らねえな。さようでございますか。失礼いたしました。あら、どっちもくれ。ここはめ組の島内だぜ。二度と近づいたら伊勢屋の大黒柱引っこ抜くぞ。呆れたわね。こんなに怪我して帰ってくるなんて。なんか事情があるのよ。だって伊勢屋の連中がおこまさん探してるし。なんだか知らないけどさ、もう安心して大丈夫よ。友達のあんたに指一本触れさせやしないからね。わあ、梅でーす。わすでに手は打ちましたよ。おこまは多分めぐみに。そこで
飛脚に手紙を届けさせましたよ。今夜牛の国深川八幡にて待つ。話し合いたし、参らぬ時は子供の命をもらい受ける。お前は、お主か。今度は子供探しに雇われたようだな。お前はここの用心棒だろう。なぜこの子を逃がす。俺は見かけによらず風流でな。母恋鳥を籠から放ったまでのこと。さあ早く行け。何をしとる。早く行け。中川と今井が伊勢屋に連れて行った。さあ戻った戻った。おい勘吉、男だろう。もう泣くのはやめんかな。上様。うん。おくも。何を見たんだ。土の中からこれぐらいの金の塊を掘り出していたよ。父上が御用金だって言ってたよ。おい
でしょう。忠相、あの近くで御用金が奪われたことは。はい、確か今から6年前になりますが、甲州から運ばれてきた御用金3万両を府中の近くで何者かに、犯人は未だに捕まっておりません。うん、その御用金を誰も入ることのできないお狩り場へ隠したというわけか。上様、昨夜奥間さんは伊勢屋の番頭に狙われましたが、私が討ち取りました。そのことを知れば伊勢屋は逃亡を図る可能性が。そこで町回り同心に命じ、おこまと番頭の二人相打ちにて果てたとの風評をそれとなく神田一帯に流させております。今頃は多分祝宴の最中でございましょう。よし、勘吉、父上を殺した悪い奴を俺が捕まえてやるからな。本当ですか？ああ。おこま、傷の方はもういいのか？はい。ああ、皆さん、各家には気の毒でしたが、まあ、これで伊勢屋も安泰だ。さあ、どんどんやってください。ああ、どんどん。旦那、あたしはね、ご覧の通り辰巳で鳴らした芸者だよ。お前のようなトンチキ野郎に騙さえ決まるもんかい。ほほう、なかなか威勢がいいじゃないか。だがな、おこま、そのひょっとこの太鼓持ちも芸者衆もみんな私の息のかかったものばかりだ。逃げられやしねえよ。ふざけんじゃないよ、当変僕。この世の中はね、お前が思ってるよりもずっと真っ当なのさ。はばかりながら、おこま姉さんは今でも私たちの大切な仲間さ。おこまさんのためだもの、あんたの味方などまっぴらごめんでござんすよ。誰だよお前は。俺かい。俺見た通りの風来坊だ。いや伊勢屋、勘吉は俺が助け出したからな。何？三万両の御用金を盗んでお狩り場へ、それを見た部長を殺した上、まだあどけない子供をさらうとは。伊勢屋伊左衛門、お前は金に目がくらんだ奈落の亡者だ。この俺が三途の川の向こう岸まで送ってやろう。三人とも一回そこら来え。何をする？一人千両、いや二千両出す。来え。Thank you.
南町奉行大岡一善の神忠相である。召し捕れ。その日捕らえられた伊勢屋伊左衛門は即刻打ち首となり、加担した一味はことごとく重罪となった。全く変わってんだから、狐屋さぬきと暮らしてどこも面白いんだろうね。でもさ、あのお狩り場には上様がお見えになるんでしょ。馬によってさ、かっこいいだろうな。それに比べると新さんはダメね。あの人馬に乗ったことあるのかしらね。八代将軍吉宗は自ら鷹を放ち弓を引き、重い鉄砲を軽々と扱ったと言われている。太平の世に勝負の気風を呼び覚まし、江戸幕府中高の将軍と呼ばれている。ともあれ、この小金井のお狩り場は吉宗の最も愛する狩猟の地であった。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。待てってよ。おい、おめえそれでも江戸っ子かよ。男同士の付き合ってのそんなに見くせえもんか。お前どうして頭の家でゴロゴロ居候なんかしてるんだ。いや、ここはなかなか住み心地が良さそうだからよ。どれだいか、明日はどの手で投げてやろう。そういう歌があるが、今日はこの手で行くとするか。次回、日本一の勝ち名乗りにご期待ください。